皆さんこんにちは。このプレゼンテーションでは STMicroelectronics の 32bit 汎用マイコン STM32 シリーズに向けた GUI で簡単にモーターアプリケーションを開発できるキットとデモのご紹介になります。この開発キットは5つのステップで構成されています。第一ステップはハードウェアセットアップです。 第2ステップはモーターパラメータの抽出第3ステップは制御システムの設定になります第4ステップはプロジェクトの設定になり最後の第5ステップでは実際にモーターを駆動してのパラメータのチューニングになります第1ステップはハードウェアとソフトウェアのセットアップになりますハードウェアはお客様がご準備された評価ボードとモーター または ST が提供した評価ボードのどちらもサポートしております。ソフトウェアは、資料にある4つのソフトウェアパッケージの最新版が必要となります。事前にインストールしてください。次に、パラメータ抽出ツールのモータープロファイラーです。これは、ベクトル制御に必要な電気的・機械的パラメータや電流・速度のレギュレーションを特別な設備なしで、 抽出・調整を行うことができる便利なツールです続いてデモになりますモータープロファイラーの設定画面から使用するボードを選択します今回使用するボード名はマイコン側が G431 モータードライバーが IHM16 になるので入力しますそして今回使う評価ボードが現れるので選択します 続いて、モーターのポールペアを入力します。このパラメータだけは事前にご準備ください。その後、最大スピード、最大電流、パス電圧が分かっている場合は入力してください。設定後、PC とボードの接続を確認します。接続確認後、モータープロファイラーをスタートします。右下が実際のハードウェアです。今回は右側のモーターを使用します。 これでパラメータの抽出が完了しました。あとはそのデータを保存すれば完了です。次はシステム構成の設定です。モーター制御用ソフトウェア開発キット MC SDK 上で設定を行っていきます。 32bit 汎用マイコン、STM32 に応じて、制御ステージ、パワーステージ、モーター駆動ステージと設定を行っていってください。次にソースコードとライブラリの生成になります。MCSDK でシステム構成の設定終了後、そのプロジェクトを保存します。そして、MCSDK 上でソースコードを生成します。また、 モーター制御以外で STM32 の設定を行いたい場合は STM32 CubeMX ででソーースコードを編集すす。ることが可能ですその生成されたソースコードを市販のカイルや IAR または ST 提供の s t m Cube IDE などの統合開発環境でコンパイルを行いマイコン STM32 にファームウェアをダウンロードします。 最後にモーター駆動のチューニングとモニタリングになります。MC SDK 上にて基本制御や先進的な制御の監視や調整変更が可能です。また PC 上でリアルタイムでの速度表示も可能です。次にデモになります。まず PC ごとにポートを選択し、ポーレートを115,200に選択し、接続を確認します。 接続が成功すると Not Connected が MC SDK のバージョンに変わります。次に Advanced 画面から目標スピードを設定して実行します。そしてスタートモーターを押してモーターを駆動します。プロッターには赤の目標スピードと白の実際のスピードが表示されます。また、 アドバンスド画面から目標スピードを変更して実行するとそれに応じて実際のスピードが変わります。アドバンスド画面以外からもベーシック画面のメーターを使ってリアルタイムにスピードを変化させることも可能です。 以上で 32bit 汎用マイコン STM32 シリーズに向けたモーター制御開発キットのご紹介になります。ご清聴ありがとうございました。